はい、皆さんこんにちは。サッカーキャストでございます。4時を回りました。雨がジャガジャガ降ってますね。じゃあ嫌やなこれ。あとね、3時間ぐらいでここ出るんですけどね、その時に止んでてくれたら別にいいんですけどね。それは何の問題もない。でもうずっと降られるの嫌ですよ。俺傘差しかれながいやん、ほんまに。もう嫌やなと思って。はい、リモートワークでございまして、もうどうでしょうね。1年半、日本で本格的にリモートワークが始まって、1年半経ちますけども、まあ定着してる企業もあればですね、元に戻しつつある企業もあるわけですけども、これやっぱし好き嫌いありましてですね、リモはええねんという人とですね、いやいや会社出た方がええねんという人がいて、どうでしょうね、8対2か9対1ぐらいでしょうね。大体の人はリモでええやんと思ってるわけですね。でも会社での落ち着かんという人もいまして、まあ大体、高齢になるほど、年がいくほど会社出た方が落ち着くという人の方が多いような気がいたします。若い人でもですね、会社に行かない嫌やという人もいますけども、まあどうでしょうね、8対2かな、全体的に見れば8対2ぐらい。例えば20代とか30代になると9対1以上でリモートワークがええねんと思うでしょうね。というか年食うと管理職になるでしょう。管理職になるとね、こう部下をね、こう視界の範囲に置いとかんとね、不安でしゃあないわけですよ。あいつらサボってへんかなとかって見て、自分がずっとそれできましたからね。だから、まあ、それもあるのではないかと思いますし、年を食えば食うほど管理が仕事になりますね。現場仕事ではなくなりますね。なんで、やっぱりこう、いたいと、会社にいた方がええというふうな気持ちになるんでしょうね。大体若い方は、若い方で現場の方はですね、どうでもええやんというですね、会社にいようがいまいがって、そうですね、リモアの方を喜ばれてる。特に自宅でですね、快適にリモアができるような方はですね、こうリモアをなさるなさの方にリモアの方がいいでしょうね。でもまあそれで快適にできないからっつって、ちょっと住まい変わる方っつって、去年はアホほど中古マンション売れたんですけど、まあそれも落ち着きつつあるかなという感じがしないでもないですね。さて、GG.com を見てますと、こんなニュースが出てます。NEC 景品でオフィス 25% 削減、出社率4割想定とありますね。 NEC は22日景品地区に所在するグループのオフィスを25% 各約14万平方メートル14万平方メートルでちょっと想像できひん、ほんまに。どんなそれって。14万でしょ？どうなん？1000が140あるってことですね。1000平米のオフィスってこんなあんな感じですね。330坪ですか？300坪。300坪が140。NEC の本社ビルはそれくらいあるんでしょうね。まあまあ。で、昨年すると発表した、新型コロナウイルス収束後の出社率を4割程度と想定し、オフィスの大改装を行うとともに、遠隔地勤務や週休3日制など勤務制度の見直しも進める。働く時間や場所の自由度を高めて、社員によるイノベーションの創出や労働意欲の向上を目指すと。これだけの短い記事でございます。パソナがね、淡路島に本社を移すっていうのは、1年ちょっと前ですね。淡路島いいとこですよ、ものすごいいいとこ。だから私が20代のサラリーマンであって、家族もそれを喜んでくれたら、行く行くって、淡路島行きますよ、魚も美味しいし、何よりもね、あれ日照がありますね、あそこはね。要は高い建物ないんですよ。でのんびりしてますしね。で今はもう陸続きですからね、行こうと思ったらどうでしょう、大阪まで車で1時間もあったら行くんちゃいますか。ただ大阪は高速降りてからがややこしいですけどね。電車はちょっとややこしいですね。電車で行こうと思ったら大変ですけど、まあだからバスかなんか出てるならバス乗っかればスッと行けるんちゃうかな。
いいとこで、まあ、羨ましいですよ。だからパスナのその社員は、あそこなという感じで、あの、子育てするにはね、小さい時はいいですけど、学校ないですからね、私立中学とか国立中学とかないですからね、それはちょっと困りますけど、おっさん、おばはんで50代、まあ僕も50代ですけど、50代で行って子育て終わってる家族もいいんちゃいますかね。まあ、あの、都市機能がないんで飽きるかもわかりませんけどね、飲み屋なんか少ないでしょうからね。まあ、それはいいとしまして。NEC っていうのは賢い会社だと私は思ってるんですけども、あのすごい人気がありましたね。20年ぐらい前、30年ぐらい前ですか。ただ一回傾きましたね。まあ、それはどうか知らないけど、非常にね、賢い会社ですんで、賢い会社ほどリモートワーク定着しやすいという傾向があると私は思っています。つまり、その社員がですね、別にその会社でこう上司に見張られてなくてもきちんと仕事をしてですね、ちゃんと結果を出すということができるよう何の問題もないわけですよ。だからレベルの低い会社ほどね、見張ってなあかんわけですね。社員をお前働けっつって見張ってなあかんわけだって、そういうところは無理ですけども、あのそうでないような会社はね、どんどんあのリモートワークやればいいわけですし、できるしですね、で、あのダメな会社ほどね、リモートワークやったら成果が下がったとかって言うてるんですよ。あのエクセレントカンパニーであればあるほど優秀な社員がいっぱいいますから、そういう人は別にリモートワークで OK なわけですね。で、今 NEC であって富士通もなんかやってますね。だからその系統の IT に近い会社ですね、情報産業に近い会社はですね、どんどんなっていくと思いますし、まあ、そのヤフーとかね、そういったところも徐々にそうなっていくでしょうね。ただ営業系の会社は無理ですね。リモートで営業ができるほど優秀な社員ってめったにいませんからね、やっぱり。例えばリクルートなんていう、リクルートスマイルカンパニー、スマイルカンパニーですか？なんかは、営業先がその不動産屋であったりするわけでしょ。まだ遅れてますから、もう、なんとか日本一遅れてるんじゃないかな、不動産屋は。そういう面じゃ、情報産業、情報化という面では。なんで、それは無理ですね。でも、あの求人広告をやってるような会社、部門、リクルート本体ですか、は、相手が企業ですからですね、大体、リモートで営業もできるんじゃないでしょうかね。だからどんどんそういう企業も変わっていくべきであろうし、アメリカのウォールストリートはですね、社員が来た方がいいっていうんですね、あの呼んでるらしいですけど、ちょっとやっぱし、ウォールストリートの場合はね、情報端末がですね、その本社に備わってるような、セキュリティのしっかりしたものでやらないと、なかなか、いろんな面で難しいところがあるんじゃないでしょうかね。だから呼び返してるというのを聞きます。で、よく言われるのはね、その元に戻さなあかんっていうふうに言うてる人もいっぱいいるわけですよ。で、元に戻るべきやと、あのリモートにしたら効率落ちるんやという言うてる人もいますし、実際やってみて効率落ちてる人もいますけど、まあそんな人は淘汰されたらいいわけですよ。まあそんな人はね、また会社に行ったらいいわけですよ。あの会社に行かない仕事できへんねんっていう人は、まあそういう人たちのため用のね、オフィスを作ればいいわけであって、リモートで OK という人はですね、それこそ月に2、3回出たらええだけやんということでいけると思いますし、まあ、これからどんどんそうなっていくと。さて、そこで困るのがですね、オフィス面積需要っていうのがガクッと減るわけですよね。NEC が14万平米ですか、減らして、どこどこが何万平米で減らしていったらですね、要はオフィス面積が余っていくわけですよ。で、再々言ってます通り、オフィスの賃貸契約っていうのは、縛りがきつくってですね、2年契約で解約不可とかね、そんなんが普通なんですよ。5年契約で解約不可とかね。で、その、だから節目がやってくると、その5年が終わると5年が終わった時点でもう契約更新しませんって、お返ししますって返す。そういう企業が増えてくるわけであって、だから三木商事のですね、毎月のですね、オフィス状況を見ていくと、じわ、じわ、じわっと減っていってますね。で、賃料もですね、じわじわっとこう落ちていってます。まあこれしばらく、だから当面、一通り落ち着くまで、だから5、6年という感じで、だら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 下がっていくんではないでしょうかね。で、
またそのやってみてあかんからオフィスに戻すというようなことを企業も出てくる中には出てきて話題になるでしょうけども、それが全部が全部ではないですからね。リモートワークで成功するに越したことないんですよ、労働者にとっても会社にとっても、だから定着、一部は絶対に定着するはずなんです。そうするとオフィスへの需要がこうなくなりますから、なくなっていく、減っていきますから、そうするとその値段が落ちていくということは、その不動産の価値としても落ちていくということなんですね。となるとそのうちですね、これはオフィスの話ですけど、マンションの方にも波及していくということになりますね。まだマンションだけは独歩だからですね、そんな一人だけ買ってるやんみたいな、不動産というあの大きな世界の中で今分譲マンション、中古マンションというカテゴリーだけが値上がりしてるんですね。ただしそれは一部地域だけ、本当に一部地域だけ、値上がりしてます。まあそれもちょっと遠回るんちゃうんかなという感じはしますけどね。もう今表面的には値上がりはしてますけど、大阪なんかもう多分もうアウトですよ。今高い値段ついてますけど、あんな絶対売れへんもん絶対売れへんわ。東京はまだね、少し売れるんでしょうね。そこが問題であって、買わへんかったらええのにと思うんですけどね。一部買うあの慌て者がいますんでね。ただ大きな流れはですね、オフィスの方が強いんでですね、そっちに引きずられていくだろうなと。いずれだからマンションも下落始まるやろうなということですね。でオフィス不況っていうのはちょっとこの先出口が見えない感じがしますね。日本の産業が活性化すればいいんですけど、そんな感じは全然しませんからね。どん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 産業全体に衰退していってるって感じがします。ですのでオフィス需要も今後はですね、期待できないわけですね。増えることが今まで良かったんですけどね、このコロナ始まるまでは。でももうだん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 しぼんでいくということでですね、よろしくはございません。はい、ということで、もう長くなりましたんで、この時事 .com の、短いニュースのところです。一応貼っておきますので、確認されたい方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございます。